ちら神宮東十二地ハウジングセンターご来場いただきまして誠にありがとうございます。大変暖かないいお天気の日となりましてたくさんの方にお集まりいただきましたありがとうございます。さて本日こちら神宮東十二地ハウジングセンターさまざまなイベントを開催しております。どうぞ皆様この後もごゆっくりとお過ごしください。それではここで本日のイベント少しだけご紹介をさせていただきたいと思います。まずは皆様の後方白い M のテントがあるかと思います。足を運びいただきますでしょうか。本日夕方の4時まで中部電力オールデンカフェアを開催しております。ご自宅皆様の、ね、ご自宅では IH クッキングヒーターご利用でしょうか。こちらで本日実際に皆様に体験をしていただいたりまたオールデンカソーナーなども受け付けております。ぜひこの機会にご活用ください。そしてこの後ですね2時30分から坂井哲子先生と山口由紀さんの IH クッキング教室も開催いたします。美味しいものを作って皆様にもお召し上がりいただけますのでぜひこちらのクッキング教室ご参加ください。またその隣になりますあちらのテントにおきましては本日みたらし団子や五平餅など美味しい食べ物をたくさん販売しております。この後そろそろお腹が空いてくる頃かなと思いますのでぜひこちらで美味しいものたくさんお召し上がりください。さあそして今日はねちびっ子のお友達もたくさん来てくれました。どうもありがとう。会場内にね今日ふわふわがあったの知ってました。マンモスのね奥のふわふわがあります。北西広場でねご用意してますのでぜひまだ遊んでないお友達はこの後遊んでいってくださいね。さてそして本日コミュニティルームにおきましては市民法律相談会開催いたしております。この後夕方の4時まで個別相談会を受け付けておりますのでぜひこの機会にご活用くださいませ。さあそして今からこちらのステージ皆さんのお待ちかね中日ドラゴンズのマスコットキャラクターのドアラくんとそしてドアラくんたちと一緒にダンスで中日ドラゴンズを応援しておりますチアドラゴンズの皆さんが登場いたします。ね、お友達もホームで見たことあるかな。ね、今日はこのステージでね素敵なステージ見せてくれますのでこの後のお時間ゆっくりと楽しんでいってくださいね。さあそれでは大変お待たせいたしました早速登場してもらいます。じゃあまずは中日ドラゴンズのマスコットキャラクタードアラくんから登場してもらいましょうか。それじゃあ皆さん一緒にドアラくん呼んでくれますか。よろしいですか。私せーのと言いますので皆さん一緒に大きな声でドアラと呼んでいただいてもよろしいでしょうか。ちびっ子のお友達も呼べますか。大丈夫かな。じゃあ一度だけ練習してみましょうかね。せーのと言いますので大きな声で呼んでください。では練習いきましょう。せーの、ドアラ。声が小さいです。皆さんお昼ご飯ちゃんと食べました。じゃあお昼ご飯ちゃんと食べたという方挙手お願いします。はい、少ないですよ。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。下ろしてください。ね、後ろから大きく手を挙げていただいたりした方もいらっしゃいます。ありがとうございます。今手を挙げていただいた方は今よりももっともっと大きな声出ると思いますので次本番ですので今みたいな小さな声じゃドアラきっと来てくれないと思いますのでね大きな声でお願いします。さあそれでは本番です。いきますよ。せーの、ドアラ。さあみんなの声はドアラに届いたんでしょうか。来てくれますかね。ドアラくんの姿が見えませんけど、あら、あらららららら、ドアラくんそんな隅っこでいいですか。真ん中空いてますけどよろしいですか。はい、さあそれではここがいいと本人が言ってくれてますので、あららら、はい、じゃあ真ん中でバランスをとってみんな立ちました。はい、残念賞っていうところですね。さあそれではあら、しょぼっとしちゃいましたけどドアラくん、ドアラくん見てください。たくさんの方いますのでね、かっこいいところを見せてくださいね。さあそれでは皆さん改めましてドアラくんの登場に大きな拍手お願いします。みんなの拍手があるとかっこいいところを見せちゃうんですね。はい、さあ元気に登場してくれました。1回目よりもちょっとたくさんの方に集まってもらってたの。それ何のポーズなの。あら、わからないみたいですけど、なんかそれちょっと変なポーズだと思うけど、それでいいの。それでいいんだ。はい、さあそれではたくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます。今年中日ドラゴンズ53年ぶりの日本一に輝きました。その応援をドアラくんもしっかりしてたんですよね。
固まっちゃったみたいですけど大丈夫ですか？何やってんの？お日様？ニコよく？まあ、ニコよくしてるみたいです。ちょっと邪魔しない方がいいですかね。じゃあ一人です。あらららら、じゃあ、ノアラ君、ノアラ君、今日はね、会場にたくさんの方集まってくれて素敵なものを用意してくれたんですよね。そう、あれ、用意ないの？あれ、さっき用意したって聞いたんだけど、ないのかしら。そんなこと言っちゃって、素敵な写真が入ってる、あれを用意してくれたんでしょう。今日知ってますよ。持ってきてくれますからね、ちょっと待っててくださいね。あ、たくさん持ってきてくれましたね。はいはい、何を持ってきてくれたんですか。はい、これバトン、バトンかしら、走ってるけど。はい、用意してくれたのはこちら、来年2008年の中日ドラゴンズカレンダーです。一人でリレーしてますけどね、他と行きましょうか。ね、こちらご用意してくれましたので、こちらを今から皆さんにプレゼントしたいと思うんですけど、どうやってプレゼントする、これ、どうする、どうする。あ、ノアラ君のステージショーで、これな、投げて立てて滑れるの、立てて立てて、よーい、ドーンで、みんなに取りに来てもらうの。これはちょっとあんまり平等じゃないと思うので、ドアラ君、ボーリング、あ、ボーリング、倒れるかしらね、ボールないけど大丈夫。ドアラ君の尻尾で、あ、ちょっとちっちゃいですけどね、それでやりますか。じゃあみんなで1個倒れました。さあ、ドアラ君、そんなこと知ってる間に、ちょっとまだまだみんなお待ちかねですからね。じゃあクイズをして答えてもらった人にプレゼントしましょうかね。じゃあ3つある、3つあるね、3つあるので、じゃあ3人の方にじゃあプレゼントしちゃいましょう。じゃあクイズの問題はお姉さん出していいですか。はい、じゃあお姉さん出しますのでね。